オアオ3号オアオは1966年から1972年に打ち上げられた NASA の宇宙望遠鏡シリーズ。宇宙空間からの天体観測の優位性を立証し、後のハッブル宇宙望遠鏡につながった。オアオ1号は1966年4月8日に打ち上げられ、紫外線と X 線、ガンマ線放射を検知する機器を搭載していた。打ち上げは成功だったが、 これらの機器を作動させる前に、電源系に故障が生じ、3日後ミッションは終了した。オアオニゴは1968年12月7日に打ち上げられ、11の紫外線望遠鏡を搭載していた。1973年1月まで観測を続けることに成功し、多くの重要な天文学的発見に貢献した。例を挙げると、 水星が巨大な水素の波ロに覆われていることの発見、可視光量が減少している間に、紫外線量が頻繁に増加している新星の観測、などである。オ a オ b は38インチの紫外線望遠鏡を搭載し、これまでの観測よりもかすかな天体のスペクトルを提供するはずであった。しかし1970年11月3日の打ち上げで、 ロケットが衛星との分離に失敗し、人工衛星は大気検査突入した。オアオ3号は1972年8月21日に打ち上げられた。NASA とイギリスの科学技術研究協議会の協力の元ユニバーシティカレッジ、ロンドン作成の X 線感知機とプリンストイン大学、作成の紫外線望遠鏡を搭載していた。 打ち上げ成功後、ニコラウス・コペルニクスの生誕500年を記念して、コペルニクスと名付けられた。コペルニクスは1981年2月まで運用され、数百の星の高解像度スペクトルと、広域 X 線観測データをもたらした。コペルニクスによって発見された重要なものには、いくつかの長周期パルサーの発見がある。コード AD、北 TE。 マクノル JF、ブレス RC、リリー CF、ウルトラバイオレットフォトメトリーフロムザオービッティング、アストロノミカルオブザーブトリー I、インストゥルメンテーションオペレーション、アストロフィジックルジャーナル、V161、P377 ラジャーシン JB、シュピッツァー L、ドレーク JF、ドレッスラー K、ジェンキンス EB、モートン DC、 スペクトロフォトマトリックリザルツフロムザコペルニクスサテライトアイインストゥルメンテーションパフォーマンスアストロフィジックルジャーナル V181 PL97 ありがとうございます